さ、目新しさなくない？そうかな。他に比べたら結構変わったもの多いと思うけど。甘い、ロイザ、その考え甘いわよ。たとえどれだけお店が繁盛していようとも、そこの店主が物足りない気持ちでいるんだもの。店主が物足りないと感じているなら、お客はもっと物足りなく感じるはずよ。早急に改善点を洗い出さないと、取り返しのつかないことになるわ。はあ、でも改善ってどうするんですか？簡単よ。他の店では絶対に扱えない、うちでしか買えない商品を置くのよ。というわけだから、ライザー、ロミーさんに協力してね。私が？そう、ライザーお得意の錬金術で作ったものや冒険で手に入れたものをうちで扱ってみたいのよ。それはまあ構いませんけど、売れる保証はできませんよ。現代ではほぼ失われている幻の学問、錬金術。その数少ない使い手、美しき錬金術師ライザが一品一品心を込めて生み出す少量生産品ってな売り込みでいけばバリバリ売れるとロミーさんは予想するけどね。みんな絶対欲しがるし、オートの他の店にとってもいい刺激になるんじゃないかしら。え？刺激って？オート中の店を変えるのはそんな感じ。フィー、迷子になっちゃうから一人で行かないでね。そういえばさ、ルベルトさんと交換して。そうそう、それよ。よければうちの商品と交換してみない？オートにも結構その手のマニアがいるのよ。まあ私が持ってても仕方ないし、いいよ。べきは錬金術師の友達ね。大丈夫、ライザにも絶対損はさせないわ。まだまだ。え、積極遊び。いらっしゃい。何の用だい？またどうぞ。こんばんは。それでいいのかい？ありがとね。それでいいのかい？ありがとね。また買ってくれよ。こんばんは。遅くまでお
またいつでもどうぞ。いらっしゃいませ。こんばんは。またお越しくださいませ。こんばんは。また来てくだ。毎度です。またどうぞ。どこに行こうかな。よーし。オートって本当に賑やかだよね。お店がいっぱいあって目が回っちゃいそうだよ。僕も最初はそうだったよ。村の店に比べてとこも立派でさ、変に緊張して最初は買い物なんてできなかったよ。二人とも随分と仲がよろしいようで。うん、小さい頃からの付き合いだからね。それにしたってちょっと仲良すぎに見えます。そうかな。どう思う？普通だと思うよ。いつもこんな感じだし。あ、いや、仲がいいことを否定してるわけではなくて、ただお二人は男性と女性ですから、異性のお友達とこんなに仲がいいのって結構珍しいんじゃないかと思うんです。確かにこっちではそういう人たちってあんまり見ないかもしれない。異性同士で仲がいいって人は基本的に恋人ばかりじゃないかな。え？じゃあ私たちも勘違いされてるかも。僕とライザが？面白い話だね。いえ、面白くはないわ。でもライザのことは人として尊敬してるよ。本気でやりたいことを全力でやり抜くところなんか本当にすごいと思ってるし、けどライザはそれ以外の部分がちょっとね。うわ、ひどい。よくわかりました。確かに現状のところは本当に仲のいい友達なんですね。あ、ん？油断のできないお友達です。油断できない？どういう意味かな。都会の子が使う言葉は難しいね。ねえ、どこに行くのさ。よし、行く。あれ、もしかして休憩中？ちょうどお客さんが途切れたから。
時間あるならちょっとお話ししない？美味しいケーキもあるの。ぜひともお話ししましょう。そっか、このお店のお客さんはほとんどが王都の外から来た人たちなんだね。旅人、商人、タオ君みたいな学生さん、そんな人たちが多いかな。こんなに美味しいお店なのに、ここの人たちは知らないのかな。知ってはいるだろうけれど、入りづらいのかもしれないわね。でも私は今のお店が好きだから、このままでも一向に構わないけど。どういうこと？私ね、王都の外から来た人たちの話を聞くのが大好きなの。私が知らない土地の町や風習、行事とか、そういう話を聞いてるとワクワクしちゃうの。ゼフィーヌさんって王都の生まれだっけ？ええ、王都生まれ王都育ちで、王都の外には生まれてから一度も出たことないわ。だから行ったことのない土地の話を聞くとワクワクしちゃうのよ。そっか、ゼフィーヌさんももしかしたら冒険好きなのかもしれないね。それは飛躍しすぎ。私はここで話を聞くだけで十分。そういうわけだから、ライザ、あなたの故郷のお話も聞いてみたいな。うん、私の故郷はエリプス湖に浮いてる空剣島ってところでね、その島にあるラーゼンボーデンっていう小さい村に住んでるの。湖に浮く島、素敵なところね。もっと詳しく聞かせて。うん、ラーゼンボーデン村は小さい村だから基本的に自給自足で、どの依頼にしよう、材料が足りない、材料が足りないか。これなら、これなら、材料が足りないか。材料がよろしくね。ねえ、どこに行くのさ。よし行くぞ、よし行くぞ、よし。カサンドラさん、何を見てたの？うちの畑をちょっとね。今年の土はかなりいい感じでね、おいしい作物がたくさん育ちそうなんだよ。それじゃあ今年はたくさん育てなくちゃね。それはないない、生活するのに必要な最低限の量は育ててるから、これ以上は育てないよ。せっかく土の状態がいいのに、なんかもったいない気がするけど。人手が足りてるならそうしたかもしれないけど、
残念ながらうちはか弱き乙女5人しかいないからね。人手が足りないのに作物増やしたところでいい結果にはならないでしょ。そっか、欲張って管理できないくらい育てようとしてもいいものはできないし、悪ければダメになる。うちのお父さんたちがよく言ってたっけ。ささ、ライザは話がわかるから話しやすくていいわ。人手を増やそうとは考えないの？やっぱり男手とかさ。オートの男どもは農業なんてやりたがらないよ。うちの妹たちだって不満たらったらなのに。それはオートに限らないかも。私もそうで、今は錬金術師やってるし。不良娘。だって。ねえ、どこに行くのさ。よーし、行く。よーし。ライザ、また来たのか。用事もないのにあまり来るような場所じゃないぞ。前に会った時、ちょっと濁した言い方しちゃったの気になってて。ん、そいつは奇遇だな。俺もライザの仕事のことで聞きたいことがあったんだ。単刀直入に聞くが、ライザ、お前さん錬金術師とかいうやつじゃないか。どうして知ってるの？知識として知っている程度だ。そんな驚かれるようなことじゃない。錬金術師ってのは確かどんなものでも作ってしまうんだろう。空を飛ぶ道具とか、水中を自在に歩ける道具とか、そういう魔法みたいな道具をな。そういうのは作ったことないけど、やり方が分かれば作れるかも。でもこの前の話だけでよく錬金術師だって見抜いたね。俺の仕事は直感が大切なんだ。でなきゃ生きてられないからな。あ、そういえばクリフォードさんの仕事もまだちゃんと聞いてなかったっけ。トレジャーハンターさ。トレジャーハンター？遺跡なんかに入ってそこに残された財宝を探す。ロマンがあるだろう。言われてみれば見た目はそんな感じするね。ロマンについては私はよくわかんないけど。なんだこいつ。あ、ちょっとフィー、驚かせちゃダメだよ。そいつはなんだ、見たことない生き物だが。この子はフィーだよ。何の生き物かは知らない。知らねえのかよ。そうか、フィーってのか。お前みたいなやつ初めて見たぜ。なんだ、お前言葉わかるのか。なんだよ、ロマンがわかんねえとか言ってたが、しっかりロマンあるやつ連れてんじゃねえか。まあいい、話を戻そう。錬金術師のライザなら聞いたことないか。この王都の近くに水に飲まれた都があるって話を。水に飲まれた都？そうだ、大昔からの伝承だな。水底に眠る星の都は、星降る夜に生まれた都。光をたたえた悠久の財宝は
その地を語るっていうのがあるんだが、聞いたことないけど。でも悠久の財宝、確かそれって前にタオが手帳に載ってた伝承を読んだ時に聞いた気がする。俺はこの伝承を知った時からずっとその水底に眠る星の都を探しているんだ。そこに眠る悠久の財宝を手に入れるために。本気なのそれ？ああ。それでな、その水底に眠る星の都ってのはこの町の近くにあるみたいなんだ。心当たりないか？ごめんなさい、私よそ者だからこの辺のことをよく知らなくて。そうだったのか。それは失礼したな。旅慣れてる感じだったから勘違いしてたぜ。でも、古い言い伝え、水に飲まれた都、もしかしてタオが何か知ってるかも。タオ？私の友達でそういうことにすごく詳しいの。この辺りの伝承とかも調べてるから多分。一度話を聞いてもらうのもいいかもな。ライザ、そのタオというやつ紹介してもらえないか？うん、いいよ。タオもクリフォードさんの話に興味持ちそうだしね。多分学園区の方にいると思う。案内するからついてきて。今のってなんてまさかね。オートのこんなところにいるはずないのに。ライザ、元気にしてるかな？ライザか。勉強しなきゃならねえことが多いんだ。十分な睡眠を取れない日があるのも仕方がないことだ。かもしれないけど、遺跡調査してる私たちより疲れてる感じだし。そう思うならこいつをどうにかしろ。許してあげてよ。せっかく落ち着く場所を見つけたみたいなんだし。やっぱりちょっと頑張りすぎじゃない？俺は常に真剣だからな。遺跡調査なんていう名目で冒険ごっこをするような暇人のお前たちとは違うんだ。ちょ、ごっことか暇人って何よ。私たちだって一生懸命なんだから。どうだかな。お前たちのことだ。どうせ調査の途中で遊んだりサボったりしてるんだろ。ちょっとだけだし。してるのかよ。お前らみたいに無責任でいい加減な人間を見ていると時々羨ましく感じるよ。ほんと言いたい放題なところは相変わらずよね。でもずっと聞いてなかったからなんか懐かしい気持ちになるな。ならいつでも俺のところに来い。いつでも懐かしい気持ちにさせてやる。別に喜んで聞きたいわけじゃないけど。
どこに行きますか？よーし。あれ、どうしたんだろう。なんか困りごとかな。タオ、ボス、こんなところで何してるの？